フェドラのデスクトップアプリケーションリスト Ubuntu のアプリケーションザフス VLC ンプ電卓カレンダーファイアーフォックスオープンソースソフトウェアの組み込み OS n d r ロイドオープンソースソフトウェアの Web サービス構成例ランプオープンソースソフトウェアとは利用者の目的を問わずソースコードを使用調査再利用修正拡張再配布が可能なソフトウェアの総称である 1950年代のコンピュータ上でソフトウェアが稼働するようになった頃、学術機関、研究機関の間でソフトウェアのソースコードはパブリックドメインで共有されていた。1970年代前後よりソフトウェア開発は徐々に商業となり、ソフトウェアの再販布を禁止するプロプライエタリソフトウェア、ソースコードを非公開とするクローズドソースの文化が出来上がった。 1980年代より利用者がソフトウェアのソースコードを自由に利用できないことをストレスに感じた人たちはフリーソフトウェア財団やオープンソースイニシアティブを立ち上げソースコードを一般に公開してソフトウェアの利用者による利用、修正、再販布を許すことによるソフトウェア開発の発展を提唱しオープンソースソフトウェアの文化が出来上がった。 一般に使われている基準として、オープンソースイニシアティブの提唱する、オープンソース及びフリーソフトウェア財団の提唱する、フリーソフトウェアのカテゴリーに含まれるソフトウェアが、オープンソースソフトウェアである。ソフトウェアのソースコードが公開されていても、その利用、修正、再販布が優勝である、商用利用は禁止されるなどの制限がある場合は、オープンソースソフトウェアではなく、 プロプライエタリーソフトウェアやシェアードソースソフトウェアと呼ばれる。オープンソースソフトウェアに課すソフトウェアライセンスはオープンソースライセンスと呼ばれ管理団体やコミュニティによってある程度精査されており GNU、GPL GN Apache-2.0 MIT などの既存の汎用的なライセンスを利用することが推奨されている。類似した概念にオープンソースハードウェア、 オープンシステムオープンコンテントなどがある。優勝製品から OSS 製品になったモジュラーアプリケーションスイート1950年代のコンピュータ上でソフトウェアが稼働するようになった頃、学術機関、研究機関の間でソフトウェアとソースコードはパブリックドメインで共有され、ソフトウェアのソースコードを利用者が共有、修正、再販句する文化は存在していた。 1970年代以降、ソフトウェア開発は徐々に商業となり、ソフトウェアのハンプに制約を付与する、プロプライエタリソフトウェア、ソースコードを非公開とする、クローズドソースの文化が出来上がった。1980年代序盤、リチャード・ストールマンは利用者が、ソフトウェアのソースコードを自由に利用できないことは、非道徳であると考えて、フリーソフトウェアを提唱した。 リチャード・ストールマンはフリーソフトウェアだけで構成されたオペレーティングシステムを開発する GNU プロジェクトを立ち上げフリーソフトウェア運動を促進するフリーソフトウェア財団を設立したフリーソフトウェアはソフトウェア利用者のソフトウェアを実行複製配布研究変更改良する自由を守るためソースコードの公開を求めコピーレフトライセンスを用いて ソースコード共有文化のコモンズの輪を広げた。1990年代末、ネットスケープコミュニケーションズは、エリック・レイモンドの著書ザ・カテドラルザ・バザールに、眼下されて、クローズドソースで開発していた、モジュラーアプリケーションスイートを、フリーソフトウェアとして、ソースコードを公開した。エリック・レイモンドやブルース・ペレンズ、リーナ・ストーバルズたちは、ソースコードの共有は望ましいが、 フリーソフトウェア運動のプロプライエタリーソフトウェアへの攻撃的姿勢とコピーレフトの閉鎖性は企業には受け入れられつらいと考えた。そこでソースコードの共有文化の再ブランドを検討しソースコードを公開共有したソフトウェア開発の実利的なメリットを主観にしたオープンソースを提唱しオープンソースイニシアティブを設立した。オープンソースの開発手法は ホビーストやハッカーの非商用ソフトウェアだけでなく、企業、商用のプロプライエタリーソフトウェアにも利用され、ソフトウェア開発の分野で広く利用されるようになった。2000年代以降、オープンソースは一般的な用語となり、オープンソースソフトウェアとして様々なソフトウェア、例えばランプ、Ruby on Rails などのウェブプラットフォーム、Linux フリーブスドアンド Android などの、 オペレーティングシステム、オパンクフなどのライブラリーといったものが開発された。Java のソフトウェア開発キットであるオパン j d ックや、ネット仕様のオープン実装であるものや、ネットコアなど、もともとクローズドソースやプロプライエたりだったソフトウェアがオープンソース化されたり、オープンソース版の実装がサードパーティの企業やコミュニティによって別途開発されたりしているものもある。 タイプスクリプトや Go など公式の処理系がオープンソースとなっているプログラミング言語も存在する。マイクロソフトによる従来の C、ビジュアルベーシック、ネットのコンパイラーはプロプライエタリだったが、後にオープンソース版のロスリンコンパイラーが開発された。処理系がオープンソース化されるプログラミング言語は言語仕様がオープン標準になっていたり、 ISO や ICMA といった団体によって標準化されていたりするものも多い。オープンソースソフトウェアはソフトウェアのソースコードが一般に公開され、商用及び非商用の目的を問わずソースコードの利用、修正、再販布が可能なソフトウェアと定義される。オープンソースライセンスが課せられたソフトウェアやパブリックドメインに置かれたソースコードとそのソフトウェアなどがそれにあたる。 アメリカ国防総省はオープンソースソフトウェアを過読性のあるコードが利用、学習、再利用、修正、改善、再販布が可能であるソフトウェアと定義している。ソースコードが開示されていても商用を目的として提供されるソフトウェアはオープンソースソフトウェアとは区分せず、プロプライエタリソフトウェアやクローズドソースソフトウェアに区分している。オープンソースイニシアティブは オープンソースの定義に従ったソフトウェアをオープンソースのソフトウェアと定義している。オープンソースの定義は単純にソースコードへのアクセスが開かれていることを定義するものではなく、オープンソースのソフトウェアは利用者がそのソースコードを商用及び非商用の目的を問わず利用、修正、反復することを許し、それを利用する個人や団体の努力や利益を遮ることがないことを 定義している。オープンソースイニシアティブは、オープンソースライセンスというライセンスカテゴリーを管理しており、そのオープンソースの定義に準拠したライセンスのみを、オープンソースライセンスとして承認している。オープンソースソフトウェアは、オープンソースライセンスが課せられたソフトウェアであると言い換えることができる。フリーソフトウェア財団は、オープンソースソフトウェアという単語についての定義は、 行っていないが、類似した概念として、フリーソフトウェアという単語を、フリーソフトウェアの定義において定義している。フリーソフトウェアは利用者の自由と、コミュニティに敬意を払い、利用者にソフトウェアを実行、複製、配布、学習、改善する自由を提供する。その自由を提供するために、フリーソフトウェアのソースコードは一般に公開され、利用者は、 ソフトウェアのソースコードを自由に利用、修正、再配布することが可能である。フリーソフトウェア財団の代表である、リチャード・ストールマンは、オープンソース・イニシアティブの定義する、オープンソースという単語及びその活動を、否定的に発言しており、同財団では、オープンソースソフトウェアという単語の定義及び意義については、消極的である。日本の総務省は、 オープンソースイニシアティブのオープンソースの定義を満たすソフトウェアをオープンソースソフトウェアを定義するものとして参照している。まとめると以下の条件が OSS として備わっていなければならない。講義のオープンソースソフトウェアの分野における標準化団体はオープンソースイニシアティブとフリーソフトウェア財団が主要な団体である。それに加えて各専門分野において Linux 分野では、Linux f o ファンデーション、デスクトップ環境分野では、f r EDESKTOP.org e、携帯機器分野では、オープンハンドセットアライアンスなどの組織がある。オープンソースイニシアティブのロゴオープンソースイニシアティブは、1998年2月に、ブルース・ペレンズとエリック・レイモンドにより設立された、オープンソースのソフトウェアの発展。 促進を目的に活動している非営利団体である。オープンソースイニシアティブはソースコードの利用、修正、再販布を可能とするソースコードの共有文化によるソフトウェア開発の発展のため、オープンソースのソフトウェアをオープンソースの定義において定義し、オープンソースのソフトウェアを利用者の商用、非商用などの目的を問わず利用しやすい文化の構築に貢献している。 オープンソースのソフトウェアに適したソフトウェアライセンスをライセンスレビューを通して選定し、オープンソースのライセンスとして承認している。オープンソースのライセンスのリストを蓄次更新し、より新しく適切なライセンスの推奨や時代遅れとなり、不適切となったライセンスの非推奨など、オープンソースライセンスの管理をしている。オープンソースイニシアティブは、 オープンソースの用語を用いる際は、オープンソースの定義に準拠することを求めている。オープンソースの商標については、アメリカでは1999年6月にオープンソースの商標登録を求めたが、オープンソースは一般的な用語であり、特定団体が権利を持つ商標にはならないと判断されている。これについて、オープンソースイニシアティブは、オープンソースが 一般的な用語として周知されたことを歓迎する立場をとっている。なお、日本では2002年3月にオープンソースグループジャパンがオープンソースをパンソースを商標登録している。日本での用語の利用に際しては特に許諾や制限は求められないがオープンソースの定義に準拠した扱いで利用されることが望まれている。オープンソースイニシアティブは2006年に シュガーアクムが自社のことをコマーシャルオープンソースと表現しオープンソースのライセンスとして承認していないライセンスをソフトウェアに課していたことを非難した。後にシュガーアクムはライセンスをオープンソースのライセンスとして承認されている GPLV3 に切り替えている。フリーソフトウェア財団のロゴメディアを再生するフリーソフトウェア財団の紹介動画フリーソフトウェア財団は 1985年10月4日にリチャード・ストールマンにより設立されたフリーソフトウェアの発展、促進を目的に活動している非営利団体である。フリーソフトウェア財団はソフトウェアの利用者の作成、反復、改変する自由をユーザーに広くあまねくをし進めることを狙い、フリーソフトウェアをフリーソフトウェアの定義において定義し、コピーレフトを基本とする。 社会運動の支援を目標に掲げている。コピーレフトは利用者がソフトウェアを実行、複製、配布、研究、変更、改良する自由を守り、その利用者の自由を派生ソフトウェアに展開して、フリーソフトウェアのコモンズの輪を広げる概念である。フリーソフトウェア財団は、コピーレフトの概念を GPL や AGPL などのソフトウェアライセンスとして実装し、 同ライセンスの利用を推進している。フリーソフトウェア財団は利用者がソフトウェアを実行、複製、配布、研究、変更、改良する自由を尊重し、その自由であるソフトウェアを啓蒙する社会運動としてフリーソフトウェア運動を行っている。フリーソフトウェア運動ではフリーを尊重するソフトウェアやファイルフォーマットを GNU 宣言、フリーソフトウェアの歌、 プラックなどを通して啓蒙している。利用者の自由を妨げる DRM やソフトウェア特許についてはディフェクティブバイデザインやティボカと表現して批判している。また、フリーソフトウェア財団はフリーソフトウェアとオープンソースのソフトウェアは異なるものであり、オープンソースはフリーソフトウェアの理念の的を外しているとして、抗議のオープンソースソフトウェアのような表現ではなく、 フリーソフトウェアとオープンソースソフトウェア、フロスなどの表現をすることを求めている。フリーソフトウェア財団は、フリーソフトウェアのみで構成される、オペレーティングシステムの開発、及びフリーソフトウェアライセンスの実装とレビューをする、プロジェクトとして、GNU プロジェクトを遂行している。freedsktop.org は、2000年に、 ハボックペニントンにより設立されたユニックス系システムのデスクトップ環境の相互運用性の向上と共通基盤技術の整備を目指した非営利団体である。GNOMEKDE ZAFS などの X11 上のデスクトップ環境のユーザビリティの際の問題を明確化し、共通化の方向性を模索、助力をしている。また、XORG サーバー DBUS HAL などの 基礎基盤のリファレンス実装を開発し、各ソフトウェアでの実装の際の削減を図っている。Linux Foundation は2007年1月にオープン、ソースデベロップメントラブストフリースタンダーズグループを統合する形で設立された Linux オペレーティングシステムの普及をサポートするヒエーリーのコンソーシアムである。 リナックスのカーネルを含む開発とそのオペレーティングシステムの成長と普及のための活動を実施している。リナックスの原作者であり開発の第一人者であるリーナ・ストーバルズは2018年現在リナックスファンデーションにフルタイムで勤務している。オープンハンドセットアライアンスは2007年11月に Google を中心として設立された 携帯機器の共通環境の開発を推進するために組織されたアライアンスである。通信キャリア、半導体メーカー、携帯電話メーカーソフトウェアベンダーなど、携帯機器分野全般の企業、団体が参画している。オープンハンドセットアライアンスは、オープンソースの携帯電話のフラグシップソフトウェアとして、Android を開発し、Android SDK をオープンソースソフトウェアとして公開している。 三角組織はアライアンスが開発したアンドロイドをフォークして試験的なクローズドソースのバージョンで試験実装をしたり独自のアンドロイドディストリビューションを用いた携帯電話の開発、販売している。クリエイティブコモンズは2001年に著作物の適正な再利用の促進を目的として設立された非営利団体である。 クリエイティブコモンズは、クリエイティブコモンズライセンスという著作物全般に適用可能なライセンスをリリースしている。ただし、クリエイティブコモンズはソフトウェア分野の著作物にはすでに適したライセンスが多数存在しており、クリエイティブコモンズライセンスを利用する必要性はないとして、ソフトウェアとソースコードにクリエイティブコモンズライセンスを適用することは推奨していない。 OSI 公認オープンソースライセンスのロゴ FSF の GPL のロゴオープンソースライセンスはオープンソースソフトウェアの定義に従い利用者の利用目的に問わずソフトウェアのソースコードの利用、修正、再販布を認めるソフトウェアライセンスである。オープンソースライセンスの多くはソフトウェアのソースコードを公開したパーミッシブライセンスもしくはコピーレフトライセンスである。 パーミッシブライセンスはソフトウェアの利用に最低限の制約のみを課しコピーレフトライセンスはソフトウェアの利用に利用者の自由を制約として義務付けるソフトウェアに課せられたライセンスが本当にオープンソースソフトウェアであることを認めるソフトウェアライセンスであるかについて慎重な法的レビューをするべきである2018年2月現在広く使われているもしくは 著名なコミュニティが採用している、パーミッシブライセンスとして、アパッチ -2.0BSD-3, クローズ BSD-2, クローズ MIT、コピーレフトライセンスの GPLv3,LGPLv3, 原作者特権条項のある、m p l 2 0 c d d l 1 0 a p l 2 0が挙げられる。オープンソースライセンスは、 ライセンサーの定めた制約に従う範囲で、ライセンシーにソフトウェアとソースコードの自由な利用を認める。オープンソースソフトウェアの性質上、ソフトウェアやその二次著作物は元の作者でも制御しきれない形で反布されるため、多くのライセンスでソフトウェア及びソースコードの利用に、際して無保証と宣言した制約を記す。それに加えて、 ライセンスごとに異なる制約が記す。著作権表示条項及び広告表示条項は適切な形でソースコードや付属文書に含まれる著作権表示を保持し、つまり二次的著作物を作ったものが自分で例から作ったように偽らないことを定める。著作権表示は改変していないソースコードファイルのヘッダのコピーライトを残した上で、 ソフトウェアを利用するエンドユーザーに作品元を表示することを求めるアパッチマイナス2.0やソフトウェアのソースコードツリーのコピーライトファイルに作品元を記すことを要求する MIT などがある。コピーレフト条項内し継承条項はそのライセンスで公開されたソフトウェアを修正して二次創作物として公開する場合に同じライセンスもしくはそれと同等条件の利用許可を 要求するライセンスで公開することを定める。同等ライセンスを派生ソフトウェアに課すことで、ライセンスが規定する、ソースコードの共有文化のコモンズを展開する。派生ソフトウェアに、同一ライセンスを要求する、GPL MP MPL-2.0 CDDL-1.0 がある。原作者特権条項は、原則的には利用者にその事項を許可もしくは、 禁止するが、原作者が利用する場合にはその限りではないことを定める。原作者は利用者にソフトウェアのソースコードを開示することを要求する MPL-2.0 CDDL-1.0 がある。オープンソースライセンスは多数のライセンスが存在しているが、オープンソースイニシアティブ GNU プロジェクト、フェドラプロジェクトデビアンプロジェクトなどは、 対象のソフトウェアライセンスがオープンソースソフトウェアに課すライセンスとして適切であるかの法的レビューを個々に実施している。特にオープンソースイニシアティブと GNU プロジェクトのライセンスレビューは重要であり、それらの団体のレビューを通ったライセンスをオープンソースライセンスとして用いることが推奨される。オープンソースイニシアティブはオープンソースの定義に基づいた。 ライセンスレビューの実施とライセンスの一覧を管理をしている。オープンソースのライセンスの中でも主要なライセンスを選定しており、オープンソースソフトウェアにはその主要なライセンスの中からライセンス選択することを推奨している。オープンソースのライセンスと主要ライセンスの一覧は適宜更新されており、過去に承認、推奨されていたライセンスでも現在は非推奨となった。 ライセンスなどもある。GNU プロジェクトはフリーソフトウェアの定義に基づいたフリーソフトウェアライセンスの一覧を管理している。一覧にはフリーソフトウェアの定義に適合しているか、コピーレフト条項を含むか、GPL と互換性があるか、及び特記事項を記載している。フリーソフトウェアはそれに応じたことのあるライセンスを選択するべきとし、 ライセンス選択時の推奨ガイドラインを出している。一般的なソフトウェアではコピーレフト特性を持つ GPL。小さなプログラムではコピーレフト特性を持たない a p a c h 2 0ライブラリーでは LGPL。サーバソフトウェアでは a g p ル l を推奨している。Fedora プロジェクトは同プロジェクトのソフトウェアに課せられるべきソフトウェアライセンスの一覧を管理している。 フェドラの公式パッケージに含まれるソフトウェアは、この一覧にあるソフトウェアライセンスが課せられたものであり、これらのライセンスはフリーソフトウェア財団オープンソースイニシアティブ及びレッドハットホーム担当が公認したものである。ライセンスの検証はフェドラのメーディングリストで公に検証されている。ただし、コンフィデンシャルな情報を送ることや、 ソースコードについての法的な助言を求めるために利用してはならないしメイリングリストの参加者が法律家や弁護士であることを仮定するべきではない。デビアンプロジェクトはデビアンフリーソフトウェアガイドラインに基づいたソフトウェアライセンスの一覧を管理している。デビアンの公式パッケージに含まれるソフトウェアは原則としてデビアンフリーソフトウェアガイドラインに準拠した。 ソフトウェアライセンスが課せられたものである。デビアンフリーソフトウェアガイドラインはオープンソースソフトウェアの定義に符号するものであり、DFSG 準拠ライセンスはオープンソースソフトウェアに課すソフトウェアライセンスの一例として参考にできる。オープンソースライセンスのライセンスの互換性、矢印が一方的な互換性を表すソフトウェアライセンスにはライセンスの互換性がある。 異なるライセンスは、それぞれが定める制約のもとにソフトウェアとソースコードを利用することができるが、ライセンスによっては、自身のソフトウェアの利用に対する制約だけではなく、併用するソフトウェアに対して求める制約を含む場合があり、その際に複数のソフトウェアのライセンスに互換性がない場合はソフトウェアを併用することが不可能となる。 例えば GNU General Public License は併用するソフトウェアに同一のライセンスを適用することを求めているため同ライセンスと商用ソフトウェアのクローズドソースを求めるライセンスは併用できないフリーソフトウェア財団は GPL のコピーレフト制約違反に対して幾度も訴訟を起こしている2000年代前半オープンソースソフトウェアのライセンスは 多数の独自ライセンスが策定され、よく似た条文で一部分だけ異なるといううぞうむぞうのライセンスがいたずらに作られていったことを問題視し、その事象はライセンスの反乱と呼ばれ批判の対象となった。ライセンスの反乱は、ライセンス制作者の虚栄心を満たすだけの無害なものではなく、オープンソースソフトウェアに課せられたライセンスの内容を、 精査しなければならない利用者を疲弊させる有害なものであった。オープンソースイニシアティブは2006年にこの問題を解決するためライセンス反乱問題プロジェクトを立ち上げ、ライセンスレビューを通して承認ライセンスを選定することでライセンスの反乱を抑えた歴史がある。ライセンスの反乱を再発させないため、オープンソースソフトウェアのライセンスは既存の オープンソースライセンスを採用することが推奨される。ライセンスの作成者は、新規ライセンスの必要性について慎重な検討を経て、策定に至り、ライセンスを承認する団体は新規のライセンスが、既存のライセンスと本質的な差異がない場合は承認しない判断を下している。CC by SA とパブリックドメインを合わせたときに、SA 属性により、 CC by SA が強制されるライセンス感染の例ライセンスの継承条文を伴うオープンソースライセンスが課せられたソフトウェアはその継承条文に基づきソフトウェアのソースコードを利用修正したソフトウェアのソフトウェアライセンスを同等条件のものとするよう縛るこのライセンスの縛りはソースコードの二次利用三次利用と伝播しライセンスが ウイルスのように感染していくことからウイルス性ライセンスと呼ばれる。ライセンス感染するライセンスの例としては GPL や CC by SA がある。ライセンス感染の影響は元となったソフトウェアライセンスの内容によるが GNU、GPL GN のコピーレフト条項のようにソースコードの公開を義務とするものや CC by SA の SA 条項用に 同等条件のライセンスを強制するだけのものがある。パブリックドメインによる著作権の放棄は著作権法のもとに完全に認められたという実績は存在しておらず、法的な判断が不明瞭である。ソースコード作成者が著作権を放棄する意図でパブリックドメイン以下で公開していたソースコードに対してソースコード作成者が考えを変えて著作権の保持を主張して ソースコードの二次利用者を訴えた場合に、サブマリン特許のように見解を翻して、権利を行使することの是非という道徳的な観点は、別として、著作権の放棄の有効性について著作権法の元に、どのような判断がなされるのか、明確になっていない。つまり、パブリックドメインは、ソースコード作成者の当初の意図に反して著作権の放棄はできておらず、著作権の保持を根拠にした。 ソースコードの二次利用者に対する訴えは有効であるとされる可能性がある。そのような不確定性のため、オープンソースイニシアティブはパブリックドメインに相当する CC 例を有効なオープンソースライセンスとして承認していない。一方でフリーソフトウェア財団は CC 例を有効なフリーソフトウェアライセンスとして承認している。 オープンソースソフトウェアの利用者は共同開発者のように扱われる。利用者はソフトウェアのソースコードにアクセスすることができ、ソフトウェアへの機能追加、ソースコードの修正、バグの報告、ドキュメントの提出が可能である。利用者はそれらをソフトウェア開発のメインストリームに反映することができるし、利用者が望むのであれば自身の製品として反布することもできる。 オープンソースソフトウェアで複数の共同開発者を持つことはソフトウェアの発展を手助けする。リーナスの法則では十分な目玉を与えられることですべてのバグは浅くなると述べている。このことは多くの利用者がソースコードを眺めれば結局はすべてのバグを発見しそれらの修正方法が提案されるということを意味している。 オープンソースソフトウェア開発に使われる開発ツールは、それもまた、オープンソースソフトウェアであることがある。オープンソースソフトウェア開発で、オープンソースソフトウェアの開発ツールである利点は、オープンソースソフトウェアのライブラリーの一部に、オープンソースソフトウェアを利用する利点と同じく、その開発ツールが、オープンソースソフトウェアであることによる利便性、安全性、 信頼性を享受できることである。モジュール分解オープンソースソフトウェアの機能はいくつもの細分化されたモジュールで構成されている。例えばコンパイラでは軸解析、公文解析、意味解析、最適化、コード生成などの機能を持ち、それらはモジュールとして一つのソフトウェアに内包される。ランプのようなサスでは Linux、a p a チ c h m ー s l PHP などの複数のオープンソースソフトウェアの組み合わせで一つのサービスを提供している。細分化されたモジュールはそれぞれの機能を得意とする利用者及び開発者により改善がもたらされ、より良いソフトウェアへの発展を手助けする。オープンソースソフトウェアのアーキテクチャは利用者及び開発者により決定され、その戦略的決定を利用者の意見や他の多くの要因に依存する。 長期にわたって固定された具体的な仕様や開発計画によらず複数の要因による柔軟なアーキテクチャ決定を通して仕様や開発計画を決定する。オープンソースソフトウェアの利用者は確固により良いアーキテクチャを決定する権利を持ちメインストリームのソフトウェア及び派生したソフトウェアのアーキテクチャとしてそれを採用することができる。 ソースコード管理ソフトウェアの開発者が複数名からなり修正が頻繁になされるオープンソースソフトウェア開発ではソースコードの修正内容、修正履歴の閲覧、そして修正の差し戻しを助けるためソースコードリポジトリにバージョン管理システムが用いられるソースコードリポジトリはソフトウェアのソースコード一式を保存しソースコードの変更者、変更時刻、 変更時コメントを残す。ソースコードの変更はユニークな ID が割り当てられ、変更の記録を遡って特定して、変更内容を確認することができる。ソースコードリポジトリは、ローカルファイルシステムに置くものや、インターネットを介したネットワーク上に置くものもある。オープンソースソフトウェアの利用者は、ソースコードリポジトリをフォークして、独自のソースコードリポジトリを構築し、 そのソースコードリポジトリ上でオープンソースソフトウェアを利用、修正、再販布してより良いオープンソースソフトウェアを提供することができる。ソースコードリポジトリをホスティングサービスとして提供するウェブサービスには SourceForge、GitHub、BitBucket などがある。それらのウェブサービスは一般にソースコードが公開される、バージョン管理されたソースコードリポジトリを提供し、 オープンソースソフトウェアの開発を支援している。それらのリポジトリはソースコードの閲覧、フォークは二次開発者が自由に行えるが、メインストリームのソースコードリポジトリに置かれたソースコード修正は主観開発者やその権限が与えられた開発者のみに許されており、不適切なソースコード修正がメインストリームのソースコードリポジトリに反映されて、品質を損なうことを防いでいる。 オープンソースソフトウェアの開発者間のコミュニケーションは、メイリングリスト、IRC、インスタントメッセージ、バグトラッキングシステムなどのインターネットコミュニケーションが用いられる。これらのコミュニケーションツールは、オープンソースソフトウェアのソースコードの実装についてだけではなく、オープンソースソフトウェアの開発に関わるプロジェクトの方針、設計の検討、テストの実施、 不具合の報告などの多岐にわたった話題のためのコミュニケーションに利用される。コミュニケーションツールは、プロジェクトの話題に限定した IRC、Skype、Slack などのチャット、ソースコードリポジトリ、バグトラッキングシステム、Wiki を統合した GitHub、BitBucket などのホスティングサービス、プロジェクトやソフトウェアを限定しない雑多な Stack Overflow ーー、Redit などのコミュニティサイトが存在する。 ブランチとフォークオープンソースソフトウェアのリリースは複数の公式バージョンを配布している。一つは安定版で機能が安定している、致命的なバグがない、実行環境への最適化がなされているなどの利用者がそのソフトウェアを定常的に利用しても大きな問題が発生することが想定されていないバージョンである。一つは検証版で試験的な機能が実装されている。 バグが存在している、いくつかの環境でのみ動作するなどの利用者がソフトウェアの開発及び検証を目的として用いるバージョンである。安定版は検証版より長い間隔でリリースされることもあり、いくつかの検証版のリリースを経て安定版がリリースされることがある。検証版はアルファ版、ベータ版、RC 版などの名称を持つ。オープンソースソフトウェアの特性上、 安定版で全ての機能が完成して開発が終了するものを示すものではなく安定版もまた継続してリリースされる。オープンソースソフトウェアのリリースサイクルは短い間隔でリリースされる。ソフトウェアのソースコードが公開されていることにより利用者はスナップショットのソースコードでソフトウェアをビルドすることが可能でそのソフトウェアを非公式リリースとして反布することもできる。 短い間隔でのリリースを実現するため、継続的インテグレーションツールを用いて、ナイトリーバンのビルドをリリースするソフトウェアもある。オープンソースソフトウェアのマスコットと、ロゴ多くのプロジェクトソフトウェアが、オープンソースソフトウェアのソフトウェアを開発している。1980年代にプロプライエタリソフトウェア、クローズドソースに移行した、オペレーティングシステム、プログラミング言語コンパイラも2000年代以降に、 オープンソースソフトウェアとして開発、普及している。GNU プロジェクトはフリーソフトウェアの GNU ユーティリティとして Linux Windows Mac OS、その他 OS で動作するユーティリティソフトウェアを開発している。リーナストーバルズが1980年代から開発している Linux はオープンソースソフトウェアのオペレーティングシステムとして広く使われている。Linux は 様々なベンダーユーザーにより派生したソフトウェアが開発され Linux Distribution の総称で呼ばれている。2007年以降 Linux は Linux Foundation が開発主体となった。Apache ソフトウェア財団は Apache HTTP サーバーを代表に C、C のソフトウェアライブラリー、Java のソフトウェアライブラリーを開発している。また、 サンマイケロシストムズが開発していたオフィスソフトウェアの後継アパッチオパノオフィスやアドビが開発していたフラッシュビルドツールの後継アパッチフレックス HTML5 アプリケーションプラットフォームの後継アパッチコルドバなど企業が開発していたソフトウェアの後継メンテナンスも行っているカノニカルは2004年にユーザビリティの高いリナックスディストリビューションとなることを目標として デビアンから派生して、Ubuntu を開発した。Google は2009年に Web ブラウザ Chrome をベースにした、Chrome OS を開発した。Google は2012年3月にマルチコアのマシンで、プログラマが意識することなくマルチスレッドを最適化して実行する、合言語を発表した。m o ュラ l a ン Foundation は2012年1月に、速度、安全性、平行性を言語使用特徴として歌う。 システムプログラミング向けのラスト言語を発表した。アップルは2014年6月に iOS、MacOS 用プログラミング言語の Objective-C の文法をモダンにリフォーマットした Swift を発表した。多くのソフトウェアベンダー、ハードウェアベンダー、ソフトウェアライセンサーはオープンソースソフトウェアのフレームワークモジュール、ライブラリーを彼らの製品に利用している。一方で、 オープンソースソフトウェア開発はソフトウェアのソースコードを共有、利用、修正、再販布を認めるという特性から収益を得るビジネスモデルを成立させることが難しく様々な手法でのビジネスモデルの確立が施行されている。オープンソースソフトウェアをビジネスで利用するメリットは開発者にとってはソフトウェアのソースコードを公開し利用者を増やすことで 市場シェアを伸ばすことができる。利用者にとっては無償で利用できる、目的に合わせて改変できるコミュニティによって新しいバグが即座に修正されるという利点がある。ビジネスモデルの例としてデュアルライセンスやサポートサービスはソフトウェアのライセンスに複数の選択肢を与え、基本機能のソフトウェアや過去のバージョンのソフトウェアのソースコードは オープンソースライセンスで開示し、より良い機能のソフトウェアや、テクニカルサポートを優勝で提供する。クラウドファンディングや投資組織は、ソフトウェア開発の前に開発資金を確保して、その資金を持って、ソフトウェア開発プロジェクトの運営を行い、完成したソフトウェアの販売やプロダクトの権利上と、先行投資アドバンテージなどにより資金援助もとえ、還元する。優勝コンテンツ。 拡張機能の販売はソフトウェア本体は無償のオープンソースソフトウェアとして利用者にリリースしソフトウェアを利用するためのコンテンツやより便利にするための拡張機能を有償販売するドネーションウェアアドウェアはソフトウェアは完全に無償ですべての機能を利用可能とした上で寄付や広告による収益を得るザカテドラルザバザールは エリック・レイモンドによるオープンソースソフトウェア開発のエッセイである。同著書では GNU プロジェクトのトップダウン開発手法をカテドラル方式、Linux t ェッ m メールのボトムアップ開発手法をバザール方式と表してバザール方式のソースコードを公開、共有したソフトウェア開発の有効性について述べている。エッセイの主題はバザール方式におけるエリック・レイモンドが提起した リーナスの法則、十分な目玉があれば、すべてのバグは洗い出されるという点で、オープンソースソフトウェアでは利用者を共同開発者と捉えて、利用者と共にソフトウェア開発を進めることでより良いソフトウェアを開発することができると述べている。オープンソーシズ、ボイスズ・フロム・ザ・オープンソース・レボリューション、オープンソーシズ2.0は、オープンソースソフトウェア分野の著名人のエッセイを、 まとめた書籍である。マーシャル・カーク・マキュージック、マイケル・ティーマン、リーナ・ストーバルズ、ポール・ビクシー、ラリー・ウォール、イアン・マードック、ラリー・サンガー、ティム・オライリーなどが寄稿している。レボリューション・ OS は1970年代末から約20年間の GNU プロジェクト・リナックス、フリーソフトウェア・オープンソースの歴史をまとめたドキュメンタリー映画である。 オープンソースソフトウェア分野の著名人のリチャード・ストールマン、リーナ・ストーバルズ、エリック・レイモンド、ブルース・ペレンズが特別出演している。フリーソフトウェア運動はフリーソフトウェア財団を主体にしたフリーソフトウェアの利用者の自由を尊重する思想を啓蒙する社会運動である。フリーソフトウェア運動は GNU 宣言を代表としてフリーソフトウェアの定義、 コピーレフトディフェクティブバイデザインバドビスタティボカ批判、フリーソフトウェアの歌など、理念的なものから、他者批判的なもの、ユーモラス的なものまで多したようである。フリーソフトウェア運動の理念の一つとして、フリーソフトウェアとオープンソースは別物であり、オープンソースソフトウェアの名のもとにフリーソフトウェアを用いるのは不適切であるという考えがあり、フリーソフトウェア運動家は、 フリーソフトウェアとオープンソースのソフトウェアの総称を OSS ではなくフロスもしくはフリーソフトウェアとオープンソースソフトウェアと明確に分けて故障する。フリーソフトウェアが推奨するコピーレフトのシンボルフリーソフトウェアは講義のオープンソースソフトウェアの定義においてオープンソースソフトウェアの部分集合であるがオープンソースソフトウェアとフリーソフトウェアは根源的なコンセプトが異なる。 オープンソースソフトウェアがソフトウェアのソースコードを公開、共有する開発の方法論である一方でフリーソフトウェアは利用者の自由を尊重する社会運動である。コンセプトが開発の方法論と社会運動と異なるため本来は並列に比較するようなものではない。その上でフリーソフトウェアという社会運動のための一つのツールとして オープンソースソフトウェアという開発の方法論を用いようとした場合、オープンソースソフトウェアは利用者の自由を尊重するのに、機能不十分なツールである。この機能不十分な点を比較した場合、オープンソースソフトウェアが許容するいくつかのライセンスは不適切であり、フリーソフトウェアはコピーレフトに代表されるような利用者の自由を尊重するための条項が含まれたライセンスを推奨している。 機能不十分な例としては、オープンソースイニシアティブがオープンソースライセンスとして承認している。サイベースオープンはトコム、パブリックライセンスは利用者が修正したソースコードから作られたソフトウェアを個人的な用途で公開した場合にはソースコードの公開を必要としていない。これは修正されたソフトウェアは一般に公開されているにもかかわらず、そのソフトウェアのソースコードは 非公開となっており、二次利用者の自由を妨げている。もう一つの例としては、オープンソースソフトウェアは利用者がソフトウェアもしくは、そのソフトウェアが動作するハードウェアを、ティボ化することを許容するライセンスの存在を許し、二次利用者の自由を妨げることを否定していない。シェアードソースソフトウェアは、ソースコードを開示し、利用者にソースコード及びソフトウェアの動作の参照、及び、 デバッグのための利用を認めている。ソフトウェアのソースコードの共有を主な観点としており、営利団体の商業ソフトウェアのソースコードを協力機関に開示する用途で利用されている。オープンソースソフトウェアとシェアードソースソフトウェアの違いは、シェアードソースソフトウェアはソースコードの修正、再販布に対して制約的であるところである。利用者に対してソースコードの参照、 デバッグを目的とした利用は認めているが、修正したソースコードそのものや、修正したソースコードから生成されるソフトウェアのハンクは、指摘仕様に限って認めるなどの制約を伴う場合がある。また、シェアードソースソフトウェアでは、商用目的でソースコードを利用することができない場合がある。それらの制約は、シェアードソースソフトウェアに課せられるライセンスの内容による。 マイクロソフトは2001年より自社ソフトウェア製品のためにシェアードソースイニシアティブを立ち上げている。マイクロソフトのシェアードソースライセンスはいくつかの種類があり、制約の緩やかなライセンスはオープンソースイニシアティブ公認のオープンソースライセンスであるが、制約の厳しいライセンスは同社との提携契約の上でソースコードの参照のみが許されるプロプライエタリーリライセンスである。 ソニーコンピューターエンターテイメントオブアメリカは2005年に、プレイステーションのソフトウェアのためにセアシェアードソース、ライセンスを設けていた。プロプライエタリーソフトウェアの、レッドハットエンタープライズリナックスプロプライエタリーソフトウェアは、ソフトウェアの利用、ハンプに制限を課し、場合によっては、その制限を解除することで利益を得るソフトウェアの総称であり、オープンソースソフトウェアとの違いは利用。 修正、再販布に制限を設ける設けない点が主な違いである。プロプライエタリーソフトウェアのソースコードの公開、利用の可否に明確な線引きはないが、ソースコードを開示していてもソースコードの入手が優勝である、ソースコードが非公開であるなど、基本的にソフトウェアの利用者がソースコードを自由に利用することはできない。ソフトウェアのソースコードを非商用目的に限り利用。 修正、再販布を認め、商用目的での利用、修正、販布を認めない場合もオープンソースソフトウェアではなく、プロプライエタリーソフトウェアと呼ばれる。個人や組織がオープンソースソフトウェアを選ぶ主要な4つの理由に、安価、情報セキュリティベンダーロックインでない、より良い品質がある。ソフトウェア開発企業は、必ずしもソフトウェアの販売に依存しないため、 相対的にプロプライエタリーソフトウェアの必要性は低くなってきている。ノベルのような企業は製品の一部をオープンソースソフトウェアに切り替えているため、継続的にオープンソースソフトウェア上でのビジネスモデルを試案している。多くの視聴者が多くの人間がソースコードを閲覧、編集、変更するため、オープンソースソフトウェアは ソースコードが非公開のプロプライエタリーソフトウェアに比べて本質的により安全であると主張している。オープンソースソフトウェアである Linux のソースコードは専業あたり0.17個のバグがある一方で、プロプライエタリーソフトウェアのソースコードは一般的に専業あたり20、30個のバグがある。コベリティは2014年にコベラキー、スキャンオープンソースレポートにおいて、 オープンソースソフトウェアの品質がプロプライエタリーソフトウェアの品質を超えたというレポートを発表した。この評価は750100万行からなるソースコード700以上の C、C エンタープライズプロジェクトと Java プロジェクトを対象に実施された。レポートの要点として4つ C、C プロジェクトではオープンソースソフトウェアがプロプライエタリーソフトウェアの品質を超えている。 Linux がオープンソースの品質向上に貢献している C、C 開発者は重大なバグをより多く回収する傾向にある Java プロジェクトではハッペースが品質向上に貢献しているを挙げているフリーソフトウェア支持者はフリーソフトウェアの理念を社会に浸透させる社会運動においてオープンソースソフトウェアは不適切な概念であると考えている フリーソフトウェア財団の代表リチャード・ストールマンはオープンソースの概念はフリーソフトウェアが主観にしている利用者の重要な自由を守るに足りえないとしてオープンソースソフトウェアはフリーソフトウェアの的を外していると批判している同様の観点でオープンソースイニシアティブの創設者の一人ブルース・ペレンスはオープンソースイニシアティブの設立の一年後にオープンソースが フリーソフトウェアから離れすぎていることを挙げて、今こそ、フリーソフトウェアについて再び語るべき時だと述べて、オープンソースイニシアティブから離脱した。GNU プロジェクトのリチャード・ストールマンは、GNU ツールを用いて、オペレーティングシステムとして成り立っている Linux は、GNU、Linux と呼称するべきであると主張しており、GNU、Linux 名称支持者と Linux 名称支持者の間で、 Linux に対する名称論争が存在している。GNU、Linux 名称支持者は、オペレーティングシステム全体において、Linux カーネルは機能の一部であり、GNU プロジェクトのソフトウェア群によって、完成していることを挙げて、兵器を求め、また故障への関わりが、フリーソフトウェアコミュニティの理想主義への啓蒙を兼ねている、ことを説明している。プロジェクトは、GNU、 Linux の故障を受け入れており、公式なディストリビューションの名称として、デビアン GNU、Linux と名乗っている。Linux 名称支持者は、Linux がすでに十分に一般的な通称となっており、名称を変更する必要性を感じていない。明示的な理由を挙げているエリック・レイモンドは、ジャーゴンファイルの Linux の不死で、GNU、Linux 名称は、 縄張り争いと承認欲が根元にあり、リチャード・ストールマンとその近しい友人以外には、受け入れるのは難しいと述べている。Linux の開発者、リーナ・ストーバルズは、レボリューション o OS のインタビューの中で、GNU、Linux の名称は、GNU プロジェクトが GNU ディストリビューションを開発したならば適切で、あるとした上で、Linux の総称としては、不適切であるとコメントしている。 エリック・レイモンドは、マイクロソフトのオープンソースソフトウェアリナックスへの潜在的戦略に関する機密文書を入手し、1998年11月3日にハロウィーン文書としてリークした。マイクロソフトは1998年11月5日にリークされたハロウィーン文書に対して公式コメントとして、同文書の内容は内部的な検討資料として日常的な適切な ものであるが、Linux に対する公式の立場のものではないと発表した。ハロウィーン文書で、マイクロソフトはオープンソースソフトウェアが公開された標準規格、プロプライエタリソフトウェアに比べて低い TCO により、幅広く支持を受けていると述べ、その上でオープンソースソフトウェアに対抗する戦略として、不度戦略、参議戦略を挙げている。実際にマイクロソフトは、 ふド戦略として、オープンソースソフトウェアをロビンフトに例えて不安定性を訴える Linux を学ぶほどにコンシューマーにとっての価値の少なさを感じていると紹介する第三者評価機関を援助して Linux の否定的評価結果を上げるなどの活動を行った。オープンソースの低い TCO に対してはシェアードソースで同等の TCO を模索し一定の評価を得ていると。 自己評価を出している。SCO グループは2003年に自らがユニックスの知的財産権保持者であり、さらに Linux にユニックスのソースコードが投与されていると主張した。SCO グループはユニックスの知的財産権を保持している、Linux がユニックスのソースコードを利用しているの2点を根拠に Linux 関係者に対して権利行使に基づくライセンスビジネスを発表したが、 リナックス関係者は不適当な権利行使であるとして受け入れなかった。この主張の相違が SCO グループとリナックス関係者の論争の起点となり、ここから SCO リナックス論争が始まった。SCO グループがユニックスの知的財産権を保持しているという主張は2007年8月10日に知りけられ、ノベルはユニックスの権利を保持していると判決が出された。また、 ノベルは Linux にユニックスのソースコードが含まれているとは考えていないと声明を出し、Linux がユニックスの知的財産権を侵害しているという疑惑は払拭されている。フロスはフリーソフトウェアとオープンソースの複合語である。これはフリーソフトウェア財団とオープンソースイニシアティブが根源的な部分で活動理念をことにしており、フリーソフトウェア財団の定義する。 フリーソフトウェアとオープンソースイニシアティブの定義するオープンソースは別物で区別しなければならないというリチャード・ストールマンの考えに基づいているソースコードとソフトウェアの利用、修正、再販布を認めるという表面的な同一視をした場合にそれらの用語を同列かつ個別のものとみなしその上でそれらをまとめて言い表すために複合語としてフロスという用語が使われる オープンソースから派生した様々な用語オープンソースソフトウェアという用語がソフトウェア及びそのソースコードのみに適用される。一方でソースコードを伴うソフトウェア以外の事柄の利用者にその事柄の利用、修正、再販布を認める場合はオープンソースを関したオープンソースハードウェア、オープンソースジャーナリズム、オープンソースガバナンス、オープンソースエコロジーのような用語が存在する。 ソースコードは存在しないがその事柄の利用、修正、反復を認める場合は、オープンを関した、オープンアクセス、オープンシステム、オープンコンテ,ンテントのような用語が存在する。オープンソース及びオープンを関していても、オープンソースソフトウェアの定義と同じくその事柄の利用、修正、再反復を認めているかどうかは、各用語によって異なるため、 それらの用語の意味するところについてはそれぞれ注意して扱うべきである。ありがとうございます。